みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。突然ですが、皆様の学校とか大学とかサークル、イベント、その他もろもろに私、竹澤勝成を呼んでみませんかというお知らせの動画でございます。私、竹澤勝成を皆様の学校とかサークルとかに呼んでみませんかというお知らせの動画でございます。というのも、先日アップロードした動画にこんなコメント、ついたというか、こんなコメントをいただいたんですよ。どんなコメントかといいますと、竹谷さん、うちの部活に来てギター教えてくんねえかなというコメントです。こういったコメント、今までもちょこちょこといただいてたんですけれども、これ案件として別に全くなしじゃない話なんですよ。案件として成立して、僕の方でもその折り合いがつけば全然実現しうる話ですし、全然あり得る話ですし、全然行くよという話なんです。なので、まあ、お気軽に誘っていただければ嬉しいなというお知らせの動画でございます。皆さんの学校とかサークルとかに僕がボンと行って、クリニックとかセミナー的なことをしても構いませんし、例えば、まあ、ギターの弾き方とかテクニックの解説とか、音楽理論、コード理論、楽譜の読み書き、作曲、アドリブとか、まあ、もしかしたらそのドラムの叩き方、ピアノの叩き方、ピアノの弾き方、まあ、さらにもしくはそのチャーハンの作り方、包丁の研ぎ方かもわかりません。しかし、まあ、皆さんがその欲しいものをそのバーンと持ってきますし、クリニック的なことじゃなくても、その演奏でも構いません。エレキギターを弾く、アコギを弾く。もしくは今やっている歌い人というユニットで演奏しに行っても構いませんし、まあ、逆になんかこう歌い人でそのセミナーとかクリニック的なことで言ってもまた面白いのかなと思うんですけども、まあ、皆さんの方でね、あれやったら面白いな、これやったら楽しいな、竹谷さん来てくんねえかなっていうことがあったら、ぜひお気軽にご相談くださいというお知らせの動画でございます。もしこの動画を今ご覧いただいている方が、部活の顧問の先生とかだったならば、もうそのまま直接お話をいただければと。もし興味がありましたら、直接そのままご連絡いただければという感じです。もしこの動画をご覧いただいている方が、部活の部員さんとか、サークルの部員さんとかだったならば、ちょっとこう、ムーブメントを起こしていただけると、僕としてもアクションが起こしやすいかなと思います。どういうことかと言いますと、まあ、皆さんが高校の軽音楽部の部員さんだったとするじゃないですか。で、この部員さん同士でこうね、このね、団結っていうわけじゃないですけど、ムーブメントを起こすわけですよ。竹谷さんがこんなこと言ってんだけども、うちの学校に竹谷さん来たら超熱くねみたいな、超面白くねうわ、それ超熱いみたいな感じで、こう、バーッと人を集めるわけですよ。で、その人が集まった時点で、まあ、その顧問の先生とかに相談をするわけです。先生、先生ですよ。ここにこういう滝沢勝成という人間がおるねんけども、こいつがうちの学校に来たらわしらすごく嬉しいねんけども、どないしたらええねんみたいな感じで、ちょっと相談してくれや、みたいな感じで言っていただけると、僕としてもすごく来やすいという話でございます。で、そこで先生からその連絡が来て、まあ、こっちの方でこういろいろと折り合いがつけば全然あり得るよという話なわけです。本当にもう気兼ねせずにお気軽にご相談いただければという感じですね。こういったらあれなんですけれども、僕はいわゆるその勤め人じゃないんで、そのスケジュールさえ空いてればなんとかなるんですよ。もしその僕が企業に勤めているサラリーマンとか勤め人だったならば、その僕の労力っていうのは会社の財産なんで、その僕の一存ではね、どうこうできないんですけれども、まあ僕はその滝沢ギタドットコムというその個人事業、まあ簡単に言うとその会社みたいなもんなんで、まあ社長が僕なわけですよ。なんでまあ僕が OK って言ったら OK なんです。僕が行くって言ったら行くっていうそんな話になるわけなんです。すごい身軽でございます。で、気になるご予算とかの方も、いわゆるなんて言うんでしょう、全然大丈夫です。全国どこでも行きます。もう北海道でも沖縄でもどこでも行きます。もう最近はもう新幹線とか北海道、新幹線とかね、その飛行機とかたくさんありますからね、もうどこでも簡単に行ける。その交通費がね、そこそこペイできれば別にいいかなって感じなので、本当にまあその辺はお気軽にご相談いただければって感じでしょうか。なんか前にまあね、自分を安売りするなみたいな話しましたけども、この手の話に限って言えば、僕は、皆さんとの出会いとかの方がね、何よりも価値があることなので、本当にその予算とかに関してはすごいお気軽にご相談いただければという感じです。全然、お金のためにやってることではなくて、いろんな人に会えることを、まあ、楽しみにやってることなので、その辺は全然気にせずにご相談いただければという感じです。で、まあね、いろいろこう、皆さんの方で教えてほしいこと、聞きたいこと、なんか質問したいこと、いろいろあると思うので、まあ、何か思うことがあったら、ぜひお気軽にご相談いただければという感じです。学校とかでも構いませんし、何かしらこう、例えば、スタジオとかライブハウスとかのサークルとかでも構いません。何かこう、ジャムセッションやってる団体とか、何かやってるその団体とか、その特定のジャムセッションの団体とか、そういったところでも構いませんし、本当にまあ思いつくことがあったら、お気軽にご相談いただければという感じです。メールの場合は、info@takijawa.jp までご連絡くださいませ。Twitter の場合は、@takijawa です。で、Facebook の場合は、竹澤勝成。まあ、どんな方法でも、構いません。なんか興味があったら、なんか面白そうだなと思ったら、お気軽にご一報いただければという感じでございます。そんなお知らせです。
ではでは、今の話を聞いて、ね、うわぁ、うちの学校に竹田さん来てほしいって思った方が多分結構いらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、もしよければ、その周りの部員さんとかを巻き込んで、ちょっとね、滝沢勝成を呼べるように頑張ってやってみてくださいませ。何度も言いますけれども、スケジュールが確保できれば大体 OK という感じです。まあ、そこが一番難しいところですね。そこが超えられるかどうかって感じですけども、そんな感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。もしくはその実際にお会いいたしましょう。さよなら。ははははははは。